はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ピアノ屋 .com では長い間デジタルピアノは絶対売らないと決めてたんですね。本物のピアノを使ってほしいから。でも、もう最近の住宅事情とかいろんな事情でですね、まあピアノは置けないとかいう方もいらっしゃいます。でもいつかピアノ欲しいと思っている方多いんですね、本物のピアノをね。で、本物のピアノとデジタルピアノの違いは一言で言うと成果と増加です。本物の花か、まあ、作られた花か、パッと見た感じは分かりません。近くに行ったら分かる。でも本物の生きた花っていうのはそういう醸し出すものってありますよね。生き物というね、まあ、それぐらいの違いはあるんですね。見た感じ一緒だけども、よく見たら違うというね、そのエネルギーが違うというか、そういう違いです。でもとりあえずデジタルピアノからスタートする方も今は多いです。もうこういう時代になりましたから、デジタルもとりあえず扱うと決めたんですが、ピアノ屋 .com がおすすめするピアノは普通の足があって、なんかピアノをそのまま小さくしたようなね、そういうちょっと簡単には動かせそうのない、そこそこ重そうなものではなくて、手軽なものから始めていただいた方がいいと私は思うんです。これ見ていただくとですね、河合の ES920 というモデルですね。この間まで ES8 というモデルだったんですが、これめちゃくちゃ簡単なですね、スタンド X 型のですね、スタンドです。これ高さ変えれます。で、結構安いです。何千円かでありますね。でもペダルはこうやって紐でつながってます線でね。そして、こんな感じで手軽な、超手軽な、これは白いタイプで、もう一種類色が黒だったかな、あったと思いますが、もうボタン一つでスイッチがね、これオンになるやつでしょう。で、なぜこれをおすすめするかというから、これね、立てかけておけるんですよ、使わないときは。まあまあ、普段は別にね、いつでも弾けるように置いといたらいいんですが、簡単に収納できるっていうものなんですね。で、ちょっと気をつけていただきたいのは、やっぱりちょっと不安定なので、小さな子供さんが走り回ってドーンぶつかったりとか、まあ、そういう子がいるところはちょっとね、そういう意味では、安全を考えて普通の足のしっかりしたやつにしたらいいんですが、そうじゃなければ、まあ、慣れたら子供を言えばわかるので、私これでいいと思うんですね。結構音いいんですよ。タッチも、そこそこ。ピアノタッチなんです。キーボードと言われるブヨブヨしたタッチとは違って、ちゃんと強く叩け、大きな音でるし、弱く叩けばってね、こういうものなんですね。なのでとりあえず私はこれ16万ぐらいかな、まあ、うちで買えばっていうか、値引きしたらもうちょっと安いんですが、これ十分やと思うんですよ。で、なんでこれを勧めるかというと、いずれピアノ買ってほしいからなんです。で、いずれピアノを買うときに、電子ピアノっていうのは一応電気製品なので、2年もしたら査定ゼロですよ。いくら高いの買ってもゼロに近づくんですね。ですから、もうそれだったら、置いといたらええやんって。ね。ピアノ買って、まあ、こんな高いの買ったけど、もう下取りゼロで手放すんかと思ったら、心苦しいじゃないですか。でもこれだと置いとけるんですよ。っていうのは、これを外して、ピアノの横に立てかけて置いといたらいいんですよ。で、夜練習する、譜読みするときだけ引っ張り出してまたやればいい。スタンドもビビッと組み立てて、こたつの上に置いてもできますからね。そういう意味で、ピアノ .com が一押しのデジタルピアノ、とりあえずデジタルピアノの方は、このタイプ。絶対おすすめです。もう十分音いいですもん。音いいですもん。で、いろんな種類のボタン、ちょっと詳しくはよくわからないんですが、電気のことはね。これ、何ですか、ピアノの音、コンサートグランドの音って書いてあるでしょ。で、ピアノ2っていうのはね、SK5 っていう、シゲルカワイの音がサンプリングされてますよ。そして E ピアノっていうのは、クラシック E ピアノ、エレクトリックピアノ。そして、オルガンっていうのは、ジャズオルガンの音。ハープシコード、ハープシコードね。チェンバロですよ。ストリングス、コーラス。これもう一回押したら変わるのかな、スローストリング。あ、何回か押したら変わる、これ。知らんかった。押すたびにいろんな音が出るんや、ベースとか。ね。あ、すごいすごい。今初めて気がつきました。ね。それエフェクトとかレコーディングができたりとか、まあ、そこそこボリューム必要なものはあります。なんかこう USB も入れるようになってますよね。こういうものなんですね。ですから、これは私十分や思うんですけど、いかがでしょうか。で、ES920 をですね、ここまで、一押しの、ピアノ屋さんないと思うんですけど、ちょっと音聞いてくださいね。まず、コンサートグランドの音。まあ、ピアノの音ですね。まあ、十分ですね。十分ですね。で、ジャズグランド。まあ、いろんな音があるわ。
んと。あ、押すたんびにいろんな音出るんですね。ピアノ2、SK5。もう一回押したらアップライト。あんまり変わらへんな。ポップグランド。モダンピアノ。あんまりよくわかりません。ロックピアノ。あ、硬い音ですね。はい。それから次が E ピアノ。エレクトリック。こんな音がある。おお、いいですね。あ、これはリバーブ。おお、楽しめる。わわわわわわわ。オルガン、ジャズオルガン。ジャズオルガン。トローバーオルガン。バラード。こんな音もある。オクターブ。チャージ。いろいろあります。これがハープシコードですね。こういう音とか、クラビ、マリンバ。ほんまにマリンの音やわ。ハープシコード、ビブラフォン。遊べますね。ストリングス。ポップアンサンブル。あ、もうシンセサイザーですね。こんな音が出せるのはね。この辺にプレスしておきます。ベース、ね、エレクトリックベースとかウッドベース、ウッドベースとかね、もうこれぐらいしておきます。お、あ、ドラムの音もあるよ。まあ、これぐらいしておきます。こうやってちょっと長くなっちゃいましたね、遊んでたら、いろんな音が出せる ES920 というモデルです。これもう本当うち一押しなんで、とりあえずこういうの買っといて、まあ2年以内3年以内ぐらいに本物のピアノを買おうかなっていう風に変わってくれたら嬉しいな。でもこれやったら手軽やし、手放さなくていいし、置いとけるしね、いう感じ。金額もね、十数万ですから、まあ、手軽ですからね、とりあえずっていう方は、まあ、本当はピアノなんですよ、本物のね。でもとりあえずって方はこの、河合の ES920、 これが超おすすめです。ピアノ .com の一押しです。まあ河合のデジタルピアノはそれ以外に木製鍵盤という特徴のあるね、CA シリーズでしたっけ、もありますので、その辺も含めて検討なさって、そしてデジタルピアノを買うときは、ピアノ屋 .com に言ってください。いろんなお店で売ってますが、ピアノ屋 .com に言っていただきましたら、一応ね、値段はどこで買っても値引き率はほとんど変わらないんで、そう聞いてます。ですので、まあ、送料無料で、お届けします。そして下取りもね、ちゃんとしますのでね、うちで買っていただいた方はですね、下取りもしますので、ぜひお願いいたします。それでは、さよなら。